東京都で今日新たに過去最多となる472人が新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。都内で今日新たに472人の感染が確認され、3日連続で過去最多の感染者数となっています。年齢別では20代が216人、30代が108人と若い世代が多く、続いて40代が51人、50代が38人などとなっています。重症者は昨日より1人減って15人となっています。